ありがとうございます。どうしよう、何の話からしようかな。そう、昨日花火大会でしたね、柏崎。夜勤なので20分までいますね。 ありがとう、頑張ってください。そう、昨日は花火大会に行ってきました、柏崎の。そう、ありがとう、タコ、ありがとうございます。そう、なんか、どこ、そう、花火で見ましたか？花火テレビで見ましたか？そう、なんか、あれ、中継されてたとかさ、YouTube とかでも見られたみたいなんですけど、そう、コラボ花火、めっちゃ感動しました。あ、今日隅田川だよね、そうだね。いってらっしゃい。BS フジで見ました、 YouTube で見た。お、めっちゃ綺麗でした、本当に。なんかめちゃくちゃ近くで見させてもらえて、そう、ありがとう、バラ。そう、なんかね、あんなに近くで花火を見たのが初めてだったから、そう、すごい感動した。文字が打ち上げられて、そう、なんかそこが一番なんか感動しましたね。なんか NGT の文字がこう一文字ずつ打ち上がって、最後なんかこうバーバーってなんていうの上がったところ、そうね、すごかったよね、文字列ね、思った。本当にありがとう、バラ。そうなんですよ、そう、なんか最初から見させてもらったんですけど、そう、本当にすごくて、全部エチゴン、そう、エチゴン可愛かった、めっちゃエチゴンめっちゃ可愛かったね。そう、タコありがとう、ハートもめ、うん、確かに100連発、そう、あのさ、100連発かける2の動画を私はチャットに送ったんですけど、皆さん見てくれましたか？超上手に撮れたから、そう、見てほしくて。そう、フォローありがとうございます。そう、なんかね、本当に綺麗に撮れたの。そう、撮れた、よかった。あ、ゼリーもありがとう。そう、そう、どこから言おう。そうね、鍵穴もみゆみゆさんの声だったし、そう、それもすごかった。あと何だったっけ、トキも、そうそう、トキ、あれなんか角度から見て、あれ何なんだろうなって思って、後から YouTube のやつを見たら、あ、トキだったんだってなりました形が。火薬の匂いはしなかったですね、全然。そう、めっちゃすごかった、本当に。生の声お届けではないですね。そう、めっちゃ、そう、なんかね、花火大会を見に行くこと自体が本当に初めてだったから、あんな近くに、しかもなんか いい席というか。屋台は、あ、なんかちょこっと行きました、かき氷食べた、かき氷と、そう、かき氷食べました。そう、ありがとう、バラ。めっちゃ夏を感じた。あと焼きそばも食べました。そう、めちゃくちゃ、そう、なんか一瞬の花火がとのコラボレーション花火の時、なんか花火感動、どうだろうと思って、なんか泣けると思って、本当に感動して、めっちゃ涙出てきて、なんか曲が良すぎて、本当に。
あ、そう、花、あ、かき氷はブルーハワイとあれマンゴーをかけた。そう、普通の焼きそばです。焼きそばは。ありがとうバラ。ね、曲の儚さが良かったよね。そうそう、ありがとう。アイスも YouTube だと音の感じが伝えないか。あ、そうなんだ、そうなんだね。ね、めちゃくちゃすごかった。本当に花火大会の良さがよく分かりました。なんかあんまり近くで見に行ったこと、なんか混むからと思って行ってなかったけど、近くで見るとめっちゃ感動する、本当にって思った、思いました。そういうふうに、そうね、いい、めっちゃいい曲。そう、これを機にね、もっと聴いて、聴きたいなって思いました。一瞬の花火、そう、音もすごかった、めちゃくちゃ。そうそう、めっちゃね、そう、なんか最後のフィナーレまでは見てないんですけど、それでも十分すごくて、そう、夏を感じられるイベントのサマーバック公演があります。生の音と光の迫力、え、そう、なんかチカチカするような花火とか、あと何だろう、なんかね、近すぎてこう花火がこうさ降ってくるみたいな、めっちゃ手前のところまで落ちてきてたりとかしてて、すごかった、大迫力だった。前のこれが降ってきた、そう、ギリギリのところで落ちてたんですけど、それがすごかったですね。そのばっかあったから、なんか当たってほしい。ああ、そうだよね、なんか当たるといいな、当たると思います、多分わかんないけど。そう、ありがとうバラ。ああ、タコさん、ありがとうございます。たくさんありがとうね。佐渡から望遠カメラで柏崎の花火撮っていて、すごっ、それはすごいそれはすごすぎる、ありがとう。そう、でもなんか私なんてさ、全然いいカメラじゃないんですよ、私のスマホは。SE だから全然なんだけど、それでもめちゃくちゃ綺麗に動画撮れて、だからもっといいさ、カメラの人とかはもうすごいすごい綺麗な写真撮れるんだろうなと思って。そう、あれがすごかった。あとブルボンさんのなんかクマみたいなのが打ち上がってて、めっちゃ可愛かったです、それも。そう、ありがとうハート。福袋箱買って生た、そうなの、そっか、じゃあサマーバッグはね、なんか当たると。チャットの動画素敵だった、あ、綺麗だった、あ、よかった。そう、本当にめちゃくちゃ上手に撮れたんです。一番あれ以外にも撮ってていい動画があるんですけど、それはまた後で送ります。え、なんかこんなに綺麗に撮れるんだって思って、そう、すごい、ブルボンさんめっちゃすごかった。そう、ブルボンの花火切れすぎて、これからブルボンわかる、思った、ブルボン製品のお菓子をこれからも食べ続けようって思ったそう、プチクマね、めっちゃ可愛かった。そうなの、そう、それはめっちゃすごい素敵だった、画面横のテキスト、そう、そうなんです。ありがとう、星、こんにちは。
夕日は見えた。夕日、夕日は見えなかった。なんかでもなんか西日は感じたけど沈むところは分かんなかった。冷やしきゅうり食べたかな。食べてない。昨日食べたのはかき氷が一番夏っぽいかな。かき氷と焼きそばと、そうちょっとずつ食べました。みんななんか買ってきてくださったの。すごい、そうなんだね。そう、近すぎて首とか、いや全然それはなかった。そんなに近いって言ってもさ、あの危険じゃない程度のなんて言えばいいんですか、あの落ちてこない程度の火花が。そうそうですね。だからそう、初めてグリーンフラッシュを体験しました。おー、最近サホちゃん食べたのと同じの食べるのハマってるそう、私が昨日ね飲んでたのとかね、あげたりとか。そう、あ、ありがとうバラ、ありがとうございます確かに花火だから基本火が落ちてから、うん、そうそうそうね。コラボ花火は来年も期待します。え、そう、毎年やってほしいくらいすごかった。めちゃくちゃ綺麗でした本当に。海中花火すごかった。なんかもうここの端から端までなんかどっちからからも上がるんですよ。真ん中から上がるのが一番よく見えたんですけど、そう、それがすごかったね。海面の花火もね、すごかった本当にね。全部コラボ花火、え、本当に文字が一番感動したかな。私あの一瞬の花火の曲の好きなところは、歌なんていうの、ワンハのところが好き。一番初めのところが好きなんですよ、最初の方のところの曲が。だからそこの時にちょうど文字だったから、グループ名のめっちゃ涙が出てきて、みんな泣いてた周りにいる子たち。本当にこんにちは。三大花火制覇目指してね、長岡花火が今週末2、3なので金土であるからね。そう、バラありがとうございます。そう、そう泣いてたメンバーめっちゃ多かった。え、でも本当に感動した。そう、ありがとうバラ。あ、フォローありがとうございます。そう、フォロワーさんがめっちゃ増えてて、配信してない間にも何人か増えててそう、ありがとうございます。あとちょっとで2100人まで、あと25人とかなので、26人とかかなそろそろ我待てにしなきゃだね。え、それはねちょっと思ってたんだけど、そうそう、夏楽しみたいね。そうだね、夏は公演があまり、多分フェスとかに先輩方が出られるからあんまりないかもしれないんですけど、そうそう、1073日あと27人とかか。そうそう、今日は三条花火、あ、そうなんだ、すごい。最後の風鈴の音に合わせてゆるゆるで花火、綺麗だね、綺麗だった。あそうちゃんが眠ってない人にフォロー。そう、一瞬の花火はメンバーの中で略称ある？え、ないです、まだ一瞬の花火って言ってる
まだないね。そう、真っ暗闇だだだだ旬花一花とかなりそうだけどね。どうなるんでしょう、わかんない。9月10月はここにたくさん行けると思う。嬉しい、会いに来て。そう、次明日公演あるんですけど、私は前座じゃないので、次は8月4日。そう、今日隅田川、そうだよね、隅田川だよね。そう、それも知ってました行きたい、花火。キセナカップリングね、私もまだね聞けてないから、聞くの楽しみなんですよ、自分の声。4日行けるから応募する、ありがとう旬花片貝の四尺玉の衝撃波一回体験してほしい。したい、近くで見たい。そう、ありがとう、バラ、ありがとうございます。こんにちは。テロップ書こう。最近テロップ書いてなかった。テレと同じ店見ながら確かに旬花ね、なんて略すんだろう。そう、あんまりわからないけど、待って、テロップを書きます。隅田川の花火大会、さくちゃんで、わかんない、録音した自分の声面白い。どういうこと今日も映像で花火観戦、いいね。私も花火見たい気分。山形雨降ったり止んだりムシムシだった。私も暑くて起きてすぐエアコンつけました。暑くて起きた今日暑くて起きて、でも昨日帰ってきたのがすごい遅かったから、そうめっちゃゆっくり寝ました。宮崎とか長岡見てしまうと隅田川可愛く見える。そうなんだ、隅田川もちゃんと見たことないんですよねだから規模感が全然わからない。そう、また聞いてる CM。 おー、家にいるときはずっとエアコンつけっぱなし。でも本当にそう、なんか一回切ってもって感じだし、だから気温設定温度を結構高めにしてて、そのままずっとつけてます。行ってきますね、ちょっと。おー、行ってらっしゃい、頑張ってください。ここの髪がめっちゃ跳ねてる、どこの髪真っ暗闇を待てた。この時間の配信ね、この時間やったことはあんまないなと思って、そうやりました。なんか全然何時までとか決めてなくてでも1時間くらいはやろうかなって思ってて、たんですけど。初見です、ありがとう。お祭りでウェイってタイプじゃない、ウェイではないかな人がね多いし、そう、人混みあんまり得意じゃなくて、特に夏のだから全然あれ行ってなかったんですけど、花火とか。でもいいですね花火。そう、長岡花火のフェニックスは幅2キロかな、2キロ。すごい、こんにちは。東京スカイツリーから隅田川花火、わかる、それはわかります、めっちゃ。スカイツリー登ったことないからな、逆に。そう、それは
あれ？そう。スカイツリーで買い物だけして帰ってきました。え、わかる、その気持ちは。めっちゃそれは何回かした。なかなか花火まだ行けちゃうね。うん、行けたら行く。下から見るか横から見るか。え、なんかそんなさ映画あったよね。そう、スカイツリーはできてすぐに登った。おお、登ってみたい気持ちはあるけど、いざ行ったらまあいっかってなっちゃって登らない。人混みがすごすぎなの。ああ、そうなんだね。新潟祭りの花火バカウケ展望室で見ると見下ろす感じ。そうなんだ、バカウケ展望室。かわいい、ありがとうございます。タコありがとう。ときメッセの上のやつ、そんなのあるんだ、全然知らなかった。あ、 ありがとうゼリー。スカイツリーとホテルのブースはとか。そんなのあるの、絶対つらい。スカイツリー近くにも行ったことないかも。あ、本当に。空町意外と楽しいですよ、下のところ。そう、なんか登るのはお金めっちゃかかるけど、東京タワーは階段で登ると認定証もある。東京タワーは何回か登ったことあります。2回くらい、ちっちゃい時に、本当に小さい時に登りました。記憶あんまないぐらい。そらからちゃん、わかんない、わかんない。それはときメッセの展望でおしゃべり会の合間に。あー、いいね。おしゃべり会、そう、おしゃべり会ね、多分誕生日おしゃべり会があるはず。空町にある食品サンプル屋さんがすごすぎて嬉しい。あー、待って、わかる、わかる、知ってる。レインボータワーでしょ。歌詞にあるからね。グラスネかっこいい、わかる。食品屋さんありがとうございます。水族館があった時以来ってない。わかんな。下から見て首をつったよね。それは痛そう。あ、そう、おしゃべり会の受付が今受付中かな、なのでぜひよろしくお願いします。バラありがとう。そう、そうでした、そうそう、こんにちは。全然全然でしょ。そう、こんにちは。あと何だったかな、なかったっけな。あ、そう、あ、ハートありがとうございます。お三次会楽しみだけど自分見てサホちゃん引かないか。なんで引かないよ、引かないよ。一回お話し会、お話ししたじゃんこの前。この前のおしゃべり会、そう、10時受付中、月曜日3時、13時まで。お、そうだ、です、お願いします。そう、あなた気が多い、なぜ、ドライアイだからだね。そう、今までの破壊力は違う。大丈夫でしょう。そう、こんにちは。受信申し込み完了、ありがとう。そう、あの13時でとみちゃんが長岡が終わりなので、あっという間ですね。
遠くの連からこっそり見ようかな。でも私気づかないかも。そう、めまいのかと思った。完全にドライアイだね。本当に多分目が。そうそう。目がつぶれ。つぶれないよ。2075人まで来たから今月中に行くかな。行ったらいいな。あ、でもあと4日間か。どうでしょう。その前に8月生誕、そうですね、多分生誕オンラインがあるはずだと思うんですけど、ありがとうバラ。そう、ありがとね。こんにちは。なんか昨日本当にたくさん写真撮ったから送りたいんですけど、なんか花火の動画ばっかり。 思ったより自撮りがなくて花火ばっかりでしたね。そう、東京都出身の利点はあんまり活かしてないよね。どういうこと？ どういうこと？本当にそれはどういう意味で？メンバーと撮った系のは少ない。え、メンバーと撮った系もあるけど、めっちゃ暗い。集合写真はね、暗くてね、全員写ってないんですよ。そう。花火動画で、花火動画でよければめっちゃ送る。食べてる系の写真とかはスタコレの写真を私は用意 あれ撮らなくちゃいけなくて、生誕のね。そうだから昨日みゆみゆさんと撮った、撮りました、撮りたいですって言って、そう撮らせてもらいました。それは送ります。そう撮りましたよ、メンバーとも。花火のリアクションすごかった、メンバーいた。え、でも4期本当にずっと喋ってた。すごいすごいってずっと言ってた。そう。みんなで言ってましたね。楽しかった。綺麗、すごいってずっと言ってた。本当にみんなずっと。そう、みんなでね。4期うるさそう。え、本当にそう。花火で涙したメンバー、え、でも私隣がももちゃんとひろかだったんですけど、え、2人とも多分泣いてた。私も泣いてたけど記憶ないけど、そう、スタコレを期待しとく。え、ちょっと待ってて、ちょっとスタコレの写真がなさすぎて。そう、部活の放課後か。ああ、なんかバスとか乗ったから、すごい修学旅行感はありましたね。でも修学旅行に行けてない分、特に高2組とかは、あ、高2組って今高3なんですけど。 そう、こんにちは。寝てんとこない。そう、めっちゃ青春だね、昨日は特に。これでは渋滞にはまった。え、わかんない。多分、どうでしょう。かな。でもめっちゃ混んでたとは思います。たくさん来てくださってたから。これもない。そう。行きも帰りも、そう、めっちゃ、行きは私めっちゃ寝てて、爆睡してて。ありがとうね、バラとかツリーとか。行きは本当に乗った瞬間爆睡してて、本当に記憶の中か、起きたらもう もう柏崎だったんですよ。だから、そう、萌さんが帰り大渋滞だった。あ、そうかも。じゃあ渋滞してたのかもしれない。そうですね。
そう。ありがとう、ゼリー。柏崎で何か食べれた？柏崎で食べましたよ、屋台みたいな。屋台なんかそう、電波が途切れる。あー、そっか、わかる。寝てたらワープしそう。そうですね、移動のバスの定点カメラとかあった？ない。目は開いてない、絶対開いてないと思う。それはめっちゃ目つぶってる。ありがとうございます、バラ。そう、私昨日隣はずっとナナでしたね。ナナと二人でもう帰りずっと喋ってた。本当に帰りずっと喋ってたね昨日。そう、なんか帰りの方がむしろ元気だったんじゃないってぐらい、私一気に寝ちゃってたからあんま覚えてないんですけど。歌トークしてそう。え、何の話してたっけ。え、でも本当にずっと喋りすぎて何の話したか覚えてない。さっき帰国して、おかえりなさい、こんにちは。アイドル話、アイドル話もした気がする。なんかハロプロさんのモームスさんのカップリングがでのミュージックビデオが出てて、それ見たり、あとなんだっけ、ドラマの話もしました。何見てるのとか。そう、そうですね、お話してたね、ずっと。かな。そうでした、そんな感じでした。昨日のバスは、なんかみんなでバスに乗るってあんまりないから新鮮。めっちゃ新鮮だった。こんにちは、やっほー。ありがとうございます、バラ。オタク話。でもずっとオタク話してるわけじゃないの。後ろ先輩、後ろ先輩、後ろ誰がいたっけ。後ろに座ってたのはアンナとタカシとかだった気がする。そう、ありがとう花束。海中スターマイン迫力すごい。え、すごい本当に。バス酔わないタイプ。バスはなんかスマホとかさ、文字を見てると酔っちゃうから、あのあんまりスマホ見ないようにしてました。帰りはでもメールとか書かなきゃと思ってたから、なるべくそう酔わないようにはしてたんですけど、結構そう文字見てると酔っちゃうタイプなので、そうなんかなるべくそうスマホ見ないでっていう感じにしてた。バスの中うるさいのかな。うるさくないです、先輩いるからうるさくはしない。でも多分容器だけだったらうるさかったかもしれない。そう、修学旅行みたいだな、確かにね。そう、そんな感じ。バスツアー結構バスツアーいいね。そう、バスの匂い、あー、私がスイミングスクール通ってた時にバスで行ってたんですけど、そこのバスの匂いがめっちゃ苦手で、めっちゃ酔ってた。それは毎回そう、苦手な匂いのバスだと酔う。さすがにね、喋らない。え、全然うるさくないですよ。そう、観光バス苦手。あー、そっか、めっちゃ西見がすごい。ちょっとカーテン閉めたい。カーテンを閉めます、一瞬で戻ってきます。
眩しかった眩しかったよ本当に。そう先輩たちが騒がしい、全然そう、ミユキが一番うるさいよ自分たちでも分かってる。そうおかえり、ただいまそう意外と家の中にいても日焼けする気がする。やだ、勝手に閉めます。あ、ありがとうタコ、たくさん花火、雨降らなくてよかった。え、本当によかった、本当によかったですよ。めっちゃ晴れてた、なんならさもう曇りとかじゃなくて超晴れてましたね。なんか雲の心配もないくらいそう私は晴れ女、晴れ女の、いや私はどっちでもないと思う。普通に雨降るし風なかったから、え、そう風本当になかったね、無風だった。花火綺麗に上がってた。なんかちょっとさ快晴ってほどじゃなくてさ雲があったから一番高くにこう上がってく花火の時なんか雲の間を、雲に影ができてっていうか、なんて言えばいいんですか、雲に影ができる感じ、色がつくっていうか、それもすごい良かった、良かったですそう、ありがとうハート、こんにちは気にされたら雨だった。そう前日すごい雨だね、そう本当に大雨だったからよかった。本当によかったね。フォローありがとうございます。今日は家から出てないお休みの日は本当に家から出ないですね。私はもう、私は今日はお風呂に入ってお風呂に入って洗濯物を畳んで干して部屋掃除してって感じです。偉すぎねえ、天気の急変多い、わかる、雨の、雨ちょっと降ったりが多い。配信で見たけどすごく綺麗だったね、本当に綺麗、偉すぎ、ねえ偉すぎ、本当に今日偉い起きたのが遅い割にはちゃんと やった。そう、あとで食料調達に行く。お、私も食料調達、あ、そう、ハーゲンダッツのいちごのさ、紅いちごみたいなやつを買いました。買ったけど食べてないそう買ったんですけど食べてなくて、めっちゃ美味しそう。夜ご飯は決まってないです、今お腹空いてなくて。買って写真撮って満足しちゃったそう、いつか食べようと思ってるんですけど、新しいやつ、そう期間限定みたいなやつ買って満足しちゃった。いや食べたいんだけどお高かったからちょっとご褒美なんかした後に食べます、まだ何もしてないからこの前買った、お嬉しい。花火席は前の方で見えたんですか。え、めっちゃ前の方でした、もう前って感じ、超前、ほぼ何もないぐらいの感じで見れました。そうねえ、半減脱に外れない、家事頑張ったご褒美にもかかって優しい。490円、そう400円くらいした、高って思った高って思ったけどちょっとこれだけは買っておきたいと思って。セブンイレブン宅配サービス始まる、すごい。そうそうなんです、来週ガリガリ君なし、おお、そうなんだ、逆に近すぎて怖くはなかったです。めっちゃ怖いっていう感じはなかった、
私結構海に怖いっていう感情が前も話したことあるんですけど、なんか海が怖くて、だけど昨日は海も怖くなかった、怖いって思わなかったです。だからめっちゃ大丈夫だった。そう、しゃべぴのところ行った時はちょっと海見えた瞬間あ、こう怖いってなったけど、昨日は平気。フォロワーさん2100人いたらそうだね、そうしたいね、そうしようか。しょうちゃんパイン系好きで、そう昨日パインのなんかカルピスソーダみたいなやつを持っててこれにしようって言ってたら、レイナさんがそれめっちゃ美味しいよって教えてくれて楽しみと思って、えそうなんですねって言って、飲むの楽しみって言って、そうめっちゃ美味しかった、もう一回飲みたい。久しぶりにジュースを飲んだ気がする、あんま飲まない、飲んでなかったから。海怖いな、なんか可愛くない、そう海がね、そうなんかそう広くて穏やか、えなんかね、そう多分日がさ落ちてきてるっていうのもあってめっちゃ綺麗でした。お揃い界隈する予定ですからみんなお揃い界隈してくれてる、やった。あ初見の方もありがとうございます、こんにちは。一瞬でも得て灰になってしまうよこのまま、私が消えたって。かき氷にかけても美味しそう、確かに。そうナナはかき氷カルピス派って言ってた、カルピスにしてました。ノーマルのカルピスソーダなら冷蔵庫にいいな、カルピスソーダめっちゃ好き。そうパイナップルの花ってミッドコロナ、そうなんだ、カルピスパイン美味しい、アイスパイナップル、おお。かき氷にジュースだと薄くなっちゃう、そうでも私はかけたことないシロップしか、でも美味しそうだなって思いました。この前これ前サボちゃん見た景色探して海岸へに歩いた、私が見たところどこだろう、普通なんかたどり着いたところから入ったからわかんない、そうパイナップルサホやだミドルネームこんにちは。あそう私今日家事をしながらドラマを見て無事にちゃんと新宿野戦病院を見れています。私ドラマ途中で途切れちゃうことが多くて、見るの好きなんですけどちゃんと見れてる、めっちゃ面白い。薄いカルピスは幼い頃の思い出の味、おーあるよね原液薄めるやつ、そうめっちゃ面白いドラマ。あとなんか星違うなんだっけ、降り積もるなんだっけ、降るみたいななんだっけ。そう昨日さナナがずっと話してたら、ナナめっちゃドラマ見てておすすめいろいろしてもらった。でもその前に私は降り積もれ孤独な潮っていうやつが気になってたからやっと見始めてちょっとまだ追いつけてないんですけど、そうあとみんななんかさ前聞いた時にさ南くんが恋人っていうドラマおすすめしてくれてさ、ナナも見てたそれを、そう昨日は笑うまとりしか見ながら寝落ちしてしまいました。え寝落ちしちゃうわかる、ドラマ見てるの寝落ちしちゃう、そう、そうそう。こんにちは。まだ見てない。そう、南くん見てない。だいたいわかった。南くんがちっちゃくなっちゃうんだね。こんにちは。そう、南くんがちっちゃくなっちゃうっていうことはわかった。恋人が小さくなってなんか高校の上に乗るサイズぐらいになるっていう。そう昔のやつらしいです、昔のやつのなんかリバイバルじゃなくてなんかさシーズン3みたいな
ドラマ最初の5分くらい頑張って見て、なんかで一話抜けてよく分からなくなった。それは私もなるね。そう、男女逆になった。あ、そうそうそう、それ見た。予告で、予告見ました。逆で強みが小さかった。そうなんだ、女の子が小さかった。私は南くんの恋人。あー、そうなんだね。時代だね、変わるんだねそう、マトリョーシカを、また同じくあれマトリョーシカを見て寝落ちしてる人がいる二人。そう、でもなんか降り積もれ孤独な潮はちょっと怖くてサスペンスなんですけど、なんかまあ一瞬だし電気つけなくていいかって思って暗いところに行って見てたんですけど、そしたらめっちゃなんか怖いシーンで、その冒頭のシーンが、ああと思って消した一回明るいとこで見ようと思って。あ、バラたくさんありがとう。かっこいいタイトル。そう、かっこいいタイトル。そう、山下美月さんが出てたから見て。シクズテレパスもぜひ制服だけでも。シクズテレパスもね、まあ、見てない、見れてないですねAKB さんの女のは知ってるんだけど。佐渡金山の世界遺産登録決定おめでとう。え、そうなの、おめでとう。知らなかったです。ニュースに触れてなさすぎるニュースを見なくちゃ、うん、すごい、そうなんだ、いいね。今知ったの。え、今知った今知ったよ、知らなかった。トレンドに追われてる。え、本当にそう。佐渡訪れてない。佐渡訪れたことないですね。オリンピックも関係なさそう。オリンピック始まった始まってる。今はパリオリンピックね。メンバーさんみんなポストしてる。 X か、開いてない今日今日開いてないよ。やばいやばい、始まったね。そうだね、パリって最近した。そうなの。なんか東京オリンピックの時なんかパリにつなげるみたいな映像流れてましたそう、ブレイキン楽しみ。あ、新しい種目だっけ。なんかパリから始まるんですよね、種目が。あ、フォローありがとうございます。セリーヌ・ディオンに感動しました。そうなの。開会式、うわ、開会式、私開会式と閉会式が一番好きオリンピック。昔の佐渡金山めっちゃ暗闇で動く。ああ、それはあるよね。そう、パリの次がロサンゼルス。そうなんだ。ん、4年後はオーストラリア。ん、どっちダンスやってたからあれだけ見るかも。おお、そうなんだ、すごい。ロスの次がオーストラリア。あ、そうなんだ。サオちゃん男子バレーボール。あ、今男子バレーボールなの。開会式と閉会式、そう、めっちゃ好きなんですよ。なんか感動する感動する。そう、ロス3回目。そうなんだ、オリンピックの歴史全然、私が記憶があるオリンピック全然、ちっちゃい時とかさあんまり覚えてないから、リオデジャネイロぐらいからしか記憶ない。2016年とかから。しかカール・ルイスって聞いたことある。聞いたことあるね。何、カール・ルイス、めっちゃ足速い人。違うかな。東京は、東京オリンピックめっちゃ見てました。え、なんならさ、チケットもさ買ってて家族で、でも中止になっ
たじゃないですか、一回中止っていうか延期になったから、そう見に行ってはないんですけど、今回の開会式用じゃなかった、今回見れてない、各大会とも気づいてる、そうそう、そうちゃんが生きてるうちに東京でもう一回やると2006年鳥の冬のオリンピック、あ冬の方か、あ合ってた、よかった足早い人合ってた、やった、そうロスオリンピックが最高だった、そうなんだ、んじゃあさあちゃんの年代リオくらいから、そうだね2016年くらい、なんかめっちゃさリオオリンピックだった気がするんだけど、なんか陸上を見てて時になんかリレーを見た記憶がある、フォローありがとうございます、開会式再放送してた、そうなの、見たかったかもTVer でドラマ見てたな私きっとカール・ルイスか、ん日本の歌番組で、そうなんだ、こんにちは、ハロー言うの、ウィアフロムジャカルタ48、わかんないね、リレー、そう東京オリンピックの時のリレーさ、バトンゾーンじゃなくなっちゃってさ、なんかめっちゃそれ見てた記憶あります、そうね、あれめっちゃ心臓キュッてなったそれが思い出、一番覚えてるシーンかも、今日日向祭り、あーそうなんですね、そっかそっか、そうだよね、ルイスよりボルトの世代、あそうだねボルトの世代だね、ボルト世代だよ私ね、テレビ見ながら叫んだ、そう本当に、こんにちはありがとうだるま、リレーのバトン渡すのね、バトンゾーンね、うんは何が見どころなの、優勝候補とか、東京オリンピック何見てたっけ私、何見てたかな、サフちゃん足早くリレー選手だった、あリレーの選手だったんですけど選ばれてコロナで体育祭がなくなりましたっていう思い出そうでしたよ、確かそうだった、なんかその体育祭が中止になったっていうよりかは、体育祭はあったけどなんかそういういろんな学年、なんかその学年でなんか何人かずつ選ばれてやるやつだったんですけど、そうなくなった練習がどうのみたいな理由でなくなった気がする、そう今回の見どころ卓球です、あそうなんだ、男女ともに金メダルを狙います、そうなんだ、伊藤美誠選手、で合ってるかな、卓球はよくおばあちゃんが見てました、だから見てた時もあった、そう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 だよ、私なんかクラスの全員リレーっていうのがあって、クラス全員で走るっていうのがあったんですけど、それアンカーだったんですよ私、そう柔道阿部兄弟も、あー知ってますよ、意外と見てた、意外と見てた柔道、早田ひな選手、あそうなんだ、何人出てるんですかそうでも私クラスで2番目で、一番早い子がトップバッターで走った、なんかそのクラウチングスタートがめっちゃ上手だったからみたいな理由だった気がするね、そう NGT 運動会やるしか、やりたいね、早いです、あそうほうちゃんの一軍かないでしょ全然、そうそうなんです、結
構見ながちな感じなの。どうだろうどうだろう分かんない。でもそんななんかすごい緩い。でも本当に横練なんていうの、練習とかもないんですよ私の通ってた学校の体育祭なんていうの、全員練習はなくてクラスで競技の練習をするだけでぶっつけ本番体育祭だった。そう、昨日は柏崎の花火に行ってきました。お、すごかったよね。そう、足速い。そうなんだよ、足速いんだよ。足が速いだけ、全体よくはないのくせ。え、本当に笑っ、なんかすごいね、全部ゆるい、部活もゆるいし運動が激ゆる、ゆるゆるだったそう、それが良かったんですけど、私的にも。クエッシュしたら結果分かるから。え、そうだから全部委員会の人が仕切ってくれて、はいこっちですよみたいな本番陸上のユニフォーム着た沢ちゃんの写真ない。ユニフォームない、大会がなかったからユニフォームないそう、コロナ丸かぶり世代といたしましては、はい、大会がなかったのでユニフォームもなく、ユニフォームを買うことなく終わりましたね。あーすごい、クラス対抗楽しそう。目が痛いので今日が、お大事に。そう、柏崎行きたかった。あーそうだよね、そうですよね、陸上大会にいたのに。どうなんだろうね、大会の空気がわからないから。ゆるい体育部って難しい。え、本当にゆるいんだよね全部そう、高校に体育のクラスがあったから体育祭とか。ああ、それはガチだね。そう、ゆるゆるだった。陸上部が一番最初にグラウンドから立ち去ってた本当に一番最初になんか、はいじゃあダウンしますとか言って1周2周ぐらい走って、ありがとうございましたって、まだサッカー部とかテニス部いるのに帰るっていう、ゆるゆるだったね本当に。すごい、そのゆるさが良かった。顧問の先生も理科の先生で吐く息ながら頑張ってとか言いながらゆるすぎ、本当にゆるい。今はどうか知らないですけど一瞬バドミントンしてたんですけど、そこも緩かった。顧問の先生がまず来ない緩い体育会のイメージがつかない。え、多分ね、本当にね、女子校だったっていうのもあるし、なんかみんなお勉強みたいな感じだったから、なんか本当に運動全部緩くて先生も興味ないから、スポーツっていうか部活動そう、女子ソフトボール部が強かった。あーいいね、強い部活あったけど、そう、そこは厳しかったのかなって思います。物理学に基づいて科学的指導とかしない、しない、先生のなんかエピソードトークみたいななんかその理科の先生はめっちゃ奥さんの話をする人で、僕の奥さんはってずっと話してた何の話か覚えてないんですけど。そう、一瞬の花火、花火コラボね、よかった、見てくれたの。そう、中高6年間バドミントン部だった。おー、いいね、すごい続けられるのが。そうそう、ゆるゆる。女子校の男子共生教師ってモテるのかな。え、モテないですよ、そんなね漫画みたいなことはね起こらないですおじいちゃんみたいな先生が多かった。めっちゃおじいちゃん先生とかおじさん先生とか若い先生もいたけど、なんかまあ 2,3 人くらいなんかなんとか先生かっこいいとか言ってる人はいたけど、うん、モテるほどじゃないですね。そう、フォローありがとうございます。愛妻家だね。え、本当にそう、ずっと奥さんの話、知り合いが女子校の英語の先生してる。そう、先生のもの伝わらない、みんなには伝わらないモノマネ、記事コロンボみたいな。え、なんかオジポックルってわかりますか。オジポックル
おじポックルに似てる先生いたの、めっちゃかわいいゆるキャラ。なんかね、おじポックルってちっちゃいんですけど、その先生もちょっとちっちゃくって、でめっちゃその先生のプリントが分かりやすいんですよ。超分かりやすいプリントだったから、私はそのプリントが好きでおじポックルちょっと調べてみて、めっちゃかわいいめっちゃ似てた初めて会った時からはおじポックルに似てるなって思って、おじポックルって思ってました。うちにもいた。え、いるよね、学校に一人いるんですよ絶対。先生に恋心はない感じ、ないでしょないよそれ、キャラ状態加藤ちゃんみたい確かに。塾にもいました、おじポックルみたいな先生。だからね、結構ねいるんだと思う。見つけて、おじポックルか。え、待って、おじポックルしたくなってきた。私おじポックルやってたんですよ、ゲームめっちゃ楽しいの。なんか猫集めみたいな感覚。猫集めって知ってますか、アプリ。猫集めにハマった後、私はおじポックルにもハマってそう、猫集めはなんか猫が好きな おかずん、なんか配置して家具とか。コロポックルが求めたなんだろう、え、わかんない。そうそう、猫集め懐かしい。懐かしいよね。そう、猫集め小学生の時やってた、お母さんの携帯で。ジポックルは悪口じゃない、本当に。なんかもう私が通ってる時に定年で退職されちゃったからわかんないんですけど、多分だから60歳くらいだったのかな、おじいちゃん先生。そう、頑張ってください、ありがとう。コロポックルは北海道の妖精。あ、妖精かも、だってあのおじポックルって妖精なんだよそう、ありがとう、たくさん初訪問こんにちは。どこから来てくれたんだろうありがとうございます。ジポックル俺やんわかんないわかんないそんなことないでしょ。そう、年寄りの可愛い赤で、なんかね本当に優しくて、その先生ジポックルって妖精なの。え、妖精じゃないの、だって消えるじゃん、ジポックル見つけたら。私めっちゃ見つけた、ジポックル好き。え、そう、めっちゃ先生似てた。人生で会った中で一番似てたなもうあの先生より似てる先生をもう一生見つけられないと思う。前髪が M 字でベジータって先生の、あの先生はいた。えめっちゃ身内で伝わるやつ。こんにちは、もう来てる先生でございます。そうなんだ、そうなんだね、おじぼもういいそう、そんな感じでした。あといたかな、学校の先生。あ、ありがとう、バラ。小さいおじさん見たことある。え、小さいおじさんって本当にいるんでしょ、なんか妖精みたいな。私の友達がなんか部屋に妖精がいたって部屋に妖精がいたって言い出して、なんか小さいおじさんがいたって。絶対違うよ、寝ぼけてたんですけど。その話聞いた時本当に笑っちゃった。全然それもやだな。そう、知り合いが女子高先生やった時一緒に渡れて、え、それは震える、怖。ありがとう、バラ。そう、いるよいるよって言ってる、みんな。いない、絶対。そう、いないのに。あと座敷わらし見たとか言ってる子もいて、なんか旅行に行ったらしいんですよ、家族で。で旅館に行ったら座敷わらしだっけ、そう、座敷わらしがいたっていう話をしてて、で動画も見せてもらったの。影みたいなのが動いてて、でも
人なんだよね多分、座敷わらしじゃなくてきっと旅館のおかみさんみたいな人がこう通ったのの影なんですけど、私絶対座敷わらしみたいないう話をしてて、そう座敷わらしみたいな同級生になるとよくない、おじぽくのアバターないのかな、ないでしょないです。そうこんにちは岩手かな、え、でもそうなんかそう旅行に行って、そうなの、え、でもパッと見座敷わらしだからえってなるんだけど多分人そう座敷わらしは子供、あー絶対そう、心の綺麗な人にしか見れませんねえあとなんかあったかな、今日のハイライトおじぽくやだやばいやばいやばい、あとなんかね、私小学校の時に塾通ってたんですけど、その塾でいきなり手を挙げた子がもう忘れないんですよ。その時の授業はなんか受験直前でなんかいろんな校舎の子が集まるみたいな授業があったんですよ。なんかいろんなキャンパスっていうかいろんな校舎から本当に大教室みたいなところを借りて60人とかそれぐらいで授業を受けてて、いきなりなんかめっちゃ頭が良さそうな子が手挙げて、で先生がどうしたんですかって言って当てたら、先生の後ろに妖精が浮いてますって言ったんですよ。もう怖くて、それがもう忘れられなくて、もう何年も前、小5とかだからもう6年7年前とか7年8年前なんですけど、もう本当に忘れない。だからね、幽霊見れる子っているんだよきっとって思った。先生の後ろにそう白い妖精がいますみたいな話をし始めて、そう見える子、多分見える子、そうそう妖精でよかった本当に。でその時全然さ、みんなポカーンってなるじゃん。だからそこにいる60人ぐらいがえみたいな。で先生もそのいつも教えてる子なわけじゃないから、きっとそのいろんな校舎が集まってるから、だからなんか一回名簿で名前確認して、その子のえ、なんとかさん、それは本当に言ってるのかふざけてるのかどっちですかみたいになったんだけど、その子は本当に至って真剣、本当に真剣だから、いや本当に妖精が浮いててみたいな言ってて、うん、そう見える子っているんだなって思った。怖かったねそれは、心霊体験。2歳の子が亡くなったバーバーが言うと言ってた、やばい、ちっちゃい子って見えない。オチはどうなった、なんか一旦なんかその先生がなんかいきなり、あ、問題解いててその当ててる途中に手を挙げたんですけど、だからいや妖精はいいので一旦答えを教えてください文章問題、国語の時間だったんですけど、文章問題の読解の記述を教えてくださいって言ってその子に答えさせてた絶対そういう時間じゃなかったのに、いきなりもう先生が妖精はいいのでじゃあちょっとなんとかさん答えって言って、もうその子もなんかその子もさ、なんかさそう先生がね冷静すぎて怖かったですね。なんか妖精の話とかいきなりし始めたのに普通に答え言い始めて、普通に授業が進行して終わりました。私はずっとそれが気になってたのにね、妖精気になるよね。そう笑っちゃって書いたね。え、本当そうだよ。でもさ、私も周りにその時席、友達なんか席順が成績順みたいな感じなんですよ。だから全然その友達と近くなれるわけじゃないから全然話せなくて、私はずっとえ妖精とか思いながら授業を受けてたっていう思い出、超懐かしい。そう受験が人を変えてしまったそうかもしれない、絶対勉強のしすぎ。その子はなんか私でも知ってるくらい頭がいい、なんか頭がいい子って有名になるんですよ結構、なんとか子のなんとかちゃんだみたいな、頭いい子だったから。そうその子今頃大物になってそう、なってそうなってるよきっと、頭がいいんだ今も絶対そう。どうしよう幽霊の研究とかしてた、コロナ痩せの時だかね、あ
先生魔法使いだったりして、ホグワーツじゃんそれは。そう、進学校は闇がいっぱいだよ。え、急にどうしたの急に何、怖い怖い怖い。本当は先生も見えてたとか、ホラーだねめちゃくちゃ。こんにちは、ホラーすぎる。今アイドルルームのトップがサホちゃんだよ。え、そうなんですね。この時間に配信は珍しいよね。霊的なものを量子力学で捉える研究もあるよ。何それ、めっちゃ気になる存在してるかどうかってこと。実はサホちゃんも見えてたりして。私見えない人です、お化けとか霊感ない人。バラありがとうございます。少年漫画なら能力バトル始まる展開確かに。あ、アイスありがとう。先生が妖精話は妖精ねえ、ダジャレ、ダジャレいい、いいよもう科学で見えないもの。 UFO は、 UFO は見たことあるって言っても UFO じゃないと思ってるけど、私は UFO みたいなやつ、何だったんでしょうね、ドローンかな。そう、こんにちは。信じてないけど一回隣の中で写真撮ったら写っちゃったかね。怖い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 。そう、夢でお化けが出てなんとかから転げ落ちた。なんだ、宇宙に漂う粒子として世界を捉える研究で数学も関係する分野。やばい、難しすぎる来週は長岡花火をね、楽しみだね。ベッドから転げ落ちた、カップ焼きそば、何が、何がだ。カップ焼きそば買ってきたよこの前体験してないから信じてね。え、そう、自分がさ見てないと信じられないよね。古めの旅館に一人で泊まれる、泊まれないですなんか空に漂ってたけど、あれはきっとドローンとかなのかなって思ってます。ロカッピルーマンたまに怪奇現象起こる気がする。何それ怖い。宇宙人は信じる、宇宙人はいると思いますよ。だってこんなに宇宙広いし、どこまで宇宙あるか分かってないし、そりゃどっかの星に何かしらの生物はいるでしょうと思ってるタイプ、未知だから。だし私はパラレルワールドも信じてるから、この平行世界があるって急にスピリチュアルなこと言い始めるそう、いる、あるんだろうなって思います。宇宙人はいるだろうね。そう、怪奇現象、カイリーさんは宇宙人だろうね、どういうことそう、平行世界、世にいるね、やばいやばい。そう、いる、あると思ってるし、今ここでみんなが起きてる現象は他の生物からしてら、なんかなんて言えばいいんですか、もうこれはね。そう、ありがとうバラタクさん。転生は信じる、転生は信じる。なんかさ、世界ワールド発見ミステリーみたいなやつでさ、なんかの生まれ変わりで前なんとかに殺されたんだみたいなやつで犯人分かったみたいなやつあるから信じてる。お仕事無事にしろ、ゆっくり BGM して気がします。 ありがとう。アベンジャーズの世界は別次元、え、もうじゃあ、あるよある、なんか面白い話そう、この宇宙で他にも生命がある星はなかったから逆に七年ね。そうだよね、そうちゃんの後ろに小さいね、本当に怖いからやだ私いいえ、ちょっと一人暮らしなので、もう幽霊が一番、あ、でも幽霊より人間が怖いって思っておけば幽霊は怖くないですから。乱歩みたいなこと言うなそう、地上の下手の舞台さするやばいやばい。頭で考えられることは大体存在すると思う。確かに、来世はサホちゃんと友達になる世界に生まれたい。生まれられるよ、生まれられるよ見えそう。カーテンの隙間怖いよね、わかる、絶対閉じるもんピタって。
だから私なんか一軒家に住んだことがないんですけど、マンションってさこう高さがあるからさまだ怖くないっていうか、もうすごい確率じゃないですか、人がこう上からこう窓を這いつくばって登ってきてこうカーテンの隙間に人がいるって。だけど一軒家だったら地面だから人が来てこうやって覗いてる確率が上がるって思ってて怖いそう。じゃあタイムトラベラーもいると思う、いると思う。いやタイムトラベラー、いやわかんないですね。そう、なぜか怖くない。そう、私が一番考えた中ですごい私の中の都市伝説は、今この世界も誰かが作り上げた、なんて言えばいいんですか、私たちもさゲームとかするじゃん急にスピリチュアルやばすぎ。そう、空想仮想世界、そうそう、そういうこと。なんかゲームとかして例えば動物の森とかやったら、そうコントロールしてやるじゃんみたいなかもしれないしって思ったら、なんか、ま、悩み事とかもなくなるっていう今もう私の脳は誰かに操作されてるかもしれないしとかいう想像をめっちゃする。そうだとしたらもっとちゃんと操作してほしい本当そうだよねそうそうそう、自分以外は宇宙人かロボットをよく考える、あシミュレーション仮説、えさ楽しいよね。カーテンの下の隙間から視線を感じたらワンちゃんやった、何それかわいい、ワンちゃん。でも動物怖いんだよな、私好きなんですよ動画で見るのは。でもリアルはちょっと怖くて触れなくて。英語の過去完了形よねそれそういうこと、そうこんにちは。そうめっちゃ想像をするのは好き。でもさ一回はさみんなさ過去に戻ってやり直したらこうしてあそこのところはこうしてとか考えると思うんですけど、そうしたら周りってどう変わってくんだろうって思わないですか。だって自分だけが戻れるっていう状況になることの方が難しいからっていう想像をめっちゃする。フリーガイって映画がそんな感じの話だよ。え、そうなの、調べる、メモしておいて後で調べるね。ベッドと壁の隙間怖い、あそれはどういう怖さ。あインナとすれ違う時ほんと怖くて極限まで感覚たる、えめっちゃ一緒。そうなんか好き嫌いなわけじゃないんだけど吠えられるのが怖いから、私もめっちゃなんなら目の前から散歩してきてる人がこう擦れ違うなって思ったら私はあの信号を渡りますそう信号を渡って避ける。そのなんて言うんだろう、すごいさ飼い主さんを不快な思いさせちゃうんですよ避けることによって。えなんかうちの犬はそんなことしないのに避けるなんてって思っちゃったらかわいそうだなって思うから、あの歩道を渡ってあの遭遇しないようにしている。過去に戻ったらそれはそれで面倒いな、私は全然とか言って人生の二択でことごとく間違った方を選択してきた自信ある。あーなんかそのなんかすごい言いたいことよくわかるよ平行世界の話さこちゃんとしたいやばい、おしゃべり会でずっとパラレルワールドとかの話してるアイドルそうやばすぎる。小さい犬ほど吠える、そうかもね。あんまり大きいワンちゃんって吠えるの見たことないよね。そう動物と触れ合う仕事来たらどうする、頑張ります小さいの吠える、確かになんかご近所に小さいワンちゃんチワワを3匹飼ってるお家の人がいて超吠えてたでも私にとかじゃなくてずっとなんか3匹で吠え合ってるの、キャン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 って。そう過去より未来、あーかっこいいこと言っている
うちポックルは触れる？触れない小さい動物さ、小動物そう苦手なんだよね。あ、動画はめっちゃ好きなんですよ、ワンちゃんの動画とか。最近さ、血統書なんか本名みたいな、国際血統書みたいな、動物のワンちゃんの本名みたいな、めっちゃ可愛くて好きなんですけど。そう、あおちゃんハムスターを飼ってるらしい。何それ可愛い。そう、超吠える。見た見た見た、飼い主にそんな気配りする人初めて。嘘、そうなんですよね。金太郎さん、そうマイメロディーとかそう、こんにちは。そうなんです、可愛い。でも私小さい時めっちゃ犬飼いたかった。なんか明確な苦手になったきっかけがあって、それまではめっちゃなんか得意っていうか普通に触れたんですけど、ワンちゃんとか。キャロル・オブ・ワンワンが可愛すぎ。何それ可愛い、プリプリプー、何それ可愛すぎる。ワンちゃん可愛い、可愛いね。それ犬に名前つけるならなんてつけようかな。爬虫類はもっと苦手、もう動画すら見られない爬虫類は苦手。ワンちゃんは好きですよ。ポメラニアンとか飼いたいもん。サオちゃんは本名、本名だねバリバリ本名だよ。そう、緊張、ずっと喋ってるね私。こんにちは。長島どのコメ、おめでとう。いとこは隣のハスキーに遠慮かけられて犬嫌いだった。それは確かに。部屋に虫が出たらどうしてるの？今のところね、全然虫は出てないです。なんか蚊みたいなやつが一匹いたけど、気づいたらいなくなってた。そう、虫出ない。いや、何かなんか前もこの会話したことあるかも。そう、うん、そう飼いたいって思ってた時、 G が出てきたらどうなる。え、でもなんか新潟寒いから G いないって聞いて安心してるんだけど、多分私はゴキジェットをかけます。それ見てワクションしちゃう。いやー、ひどいよ。そう、もう怖いんだよきっと、犬に追いかけられるの。こんにちは。寒いところはさ、ゴキが出ないって言うよね。そう、はるちゅんさんの家にマイジーが出た。何それ、やば、どうしよう私。本当に沖縄のはめちゃめちゃでかいらしい。そうなの、やだな。新潟のジーは小さい、東京のがでかい。そうなんだ。私でも実家でも見たことないんですよね、ゴキブリ。新潟で夏の名物クジラ汁って食べたことある？食べたことない。固まる泡で捕まえるスプレーがいいらしい。あ、そうなんだ。地元家で配信中に出てた。そうなの、出るの？やだ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 。新潟で G に出会う、やだ。ずっと新潟だけど G 見たことない。お、希望を持って私は見ないで一人暮らしをずっとしてたい G いるんだね。そうなんだ。自分の家は昔ネズミを出たことある。え、ネズミの方が嫌だよネズミの方が嫌だ、 G より全然嫌だ。キモトキはパパが退治してくれてた。おお、頼もしい。メシックスアルビー、おお、そうなんですか、おめでとうございます。おーちゃんベースゴキの生配信楽しみにしてる。絶対嫌だ、本当に嫌だ。引っ越しますよゴキ出たらこんにちは。渋谷にフェス見に行ったらでっけえネズミがいて、東京だつなった。私東京でもネズミ1回とかしか見たことないかも。1回目の前をネズミが横断してったことはあるけど。そう、ネズミの国は好きだけどそうだね、ネズミの国は行きたい。ハロウィンとかに行きたいなって思います。そう、こんにちは。ネズミって意外と大きいから、確かに。
でも一瞬で消えない？なんかさって見なくなる。そう、こんにちはネズミ。そうでもさ、夢の国って虫いないよね急に。夢の国の王様セレブだから。ファンタジースプリングス行きたい。そうそう、みんなダジャレさんだ。ちょっとだけ注視しないで。こんにちは。そう、ね、鳩はめっちゃいるのに。スズメ、夢の国で仮装する派。仮装はしたことないですね、カチューシャだけね。キャラクターになるとかわいいのにね、本当に。そうだよ、クマやたなきゃ出るだけのネズミなんて。いやー確かにクマ怖いな、たぬき。私なんか昔高速道路をゴールデンウィーク期間中とかになんか家族で車乗ってたら、なんか猿が降りてきて山から。それがめっちゃ怖かった。そう、どっから見てるのは可愛かったんですけど、降りてきたのが怖かったね。新潟熊出る、なんかイノシシ注意みたいな看板見た。熊注意、なんかその海見に行った時。こんにちは、インドネシアのジャカルタから来ました。はじめまして、あなたはとても面白い人です。すごい翻訳している、ありがとう。こんにちは。そう、クマ怖いね、会ったことないけど。ありがとう、バラも。中野の山道で猿イノシシ普通に見る。私も車乗ってる時イノシシ見たことあります。なんか確か長野に家族で行ってた時に目の前にイノシシがいて怖かった。そう、こんにちは。小学校の時校庭にカモシカ出たの。え、すごっ、すごい。サボちゃんってフォナチを使ってるけど親御さんが海とか好きなのか。いや、親は全然海とかは好きとかではない。インドアなので。そう、二人ともね。そうなんですよ、新潟に向かう途中でよく猿がガードレールに座って。何それかわいい。野生動物は怖い。そうだね、怖いね。インドアだった。そう、インドア。昔新潟の山の方熊でした。向かい側に子供。怖っ、熊の方が怖いね。金魚すくいはできる？できないです。だって動いてるじゃん。スーパーボールすくいでいいかな私は。怖い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 。鹿さん、東京郊外で鹿に出会った。東京郊外で鹿に、そうなんだ。鹿出会ったことないな私。できないよ。こんにちは。金魚それ動いてるよね。そうだよね、動いてるのはわかる、わかるよ。なんか中学上がるぐらいから急に動物が苦手になっちゃって。そう、小学校の時は金魚の水槽の掃除とか普通にしてたんですけどね。なんででしょう、なんか急に苦手意識が。その子がもう携帯に追いかけられてる。そうなの。かわいそう。街中で野生掃除になったら逃げるかも。そう、生き物係。そう、生き物係。金魚の掃除、餌やりと。メダカ飼ってた、メダカ。奈良公園とか宮島で鹿。ね、奈良公園の鹿に鹿せんべいはあげてみたいと思う。そう、こんにちは。お辞儀してくれる。そうなの、可愛いんだけど。行ったことない奈良公園。自宅からなんとか伸ばせれば鹿たぬきいたちくらいはいます。
すごい、すごいね。怖いね、ちょっと。昨日風邪をついたらまさかでした。あ、そう、あ、昨日。おお、こんにちは。多分鹿もダメだな。え、ダメかな。鹿せんべいあげてみたいんだよね。こんにちは。あ、ありがとう、タコさん。ありがとうございます。なんとかファミリー牧場とか、あ、小学校の時の修学旅行で牧場行った、そういえば。なんか餌やり体験みたいなした。何の動物だったかは覚えてないけど。NNB のオーディション配信でペットは川で捕まえた魚って言って笑い取ろうとしてる子いた。そうなの。面白すぎる。フォローしました。ありがとう。家のクマ来るけど通報するとお詐欺になるから調べて。強い。餌欲しくて追いかけてくる。そうなの。マザー牧場とか行く。マザー牧場どこにあるんだろう、わかんない。鹿さんタックルするから注意。めっちゃ危険じゃん。はいはい、餌くれっていう仕草らしい。そうなの。そうなんだ。こんにちは。あ、私そう、昨日金曜日だったからさ、あの NNB の10期生さんのさ、オーディション密着の動画2本目が上がってて、それを今日見ました。もうあれ毎週の楽しみなんですよね。めっちゃ好き。そう、車で鹿引くとほぼ全損。そうなの。お互いさ、そう、なんかああいうのめっちゃ好きです。オーディション密着感動する。今回はそう、見た。まだだからあれ、もし見た方がいいよとか言って。でもすぐ見れるから、1週間あるしね、次の動画まで。そう、こんにちは。4期生密着見たかった。いや、私はいいや。あの時の自分と結構変わってる。髪がとにかく伸びてるし。そう、こんにちは。顔もめっちゃ、よろしくちとで、ダダダダダ、一人一人のプーブーみたいなの。ああ確かにね。 NGT4 期生、うん、カメラはあったんですけど、どこの映像なんだろう、あれは。そう、ありがとう、バラ。ショートじゃないです。今よりでも短かった。これぐらいだった髪の毛。そう、めっちゃ伸びたよね。こんにちは。お疲れ様です。ありがとう。夕方から何時までやろう。もう1時間半くらいやっているっていうことに今気づいた。こんにちは。今来たばっかり。10時かな。やばい、10時は絶対にいないけど。まあ6時ぐらいかな。でも2時間、それでも2時間なんだけどね。別のアカウントで応援してたんだけど、 ST の元気も先生に来てくれて面白くなった。おー、そうなんだ。配信見ながら食料調達とかで、お私が配信の時に、あ、花束ありがとうございます。一周年イベントで演奏流されて、あー、それは確かにすごい。揚げ出し食べましょう。食べない、まだ。夏なん楽しい、ありがとうね。明日日向祭りの前までやって、そうだね、6時からだよね、日向祭り。あとでハッシュタグもさあさあで見る。あ、見ますね。 X を開くよ。そう、何話した、何の話した。でも柏崎の話をめっちゃしてた今日は。こんにちは。
あとメールを書きます。私今日朝送ってなくて送ります。あ、おじぽくるの話もしてたね、確かにこんにちは。そう、おお、お疲れ様です。1週間、4期の1周年ってどこからなんだろうねどこからどうやってみんなカウントしてるの。劇場お披露目、劇場デビュー、劇場デビューじゃない、初パフォーマンス、どっちなんだろう。ありがとうバラ、どっちから数えるべきなんだろう。12月10日なのか、12月10日かな、12月10日だとしたら、で合格最終審査だったとしたらもう来月で1周年。いやー早すぎ、やだやだやだ、早いそうね、いろんな1周年がある。お披露目だから12月とかか。震える早NGT48 の次のシングルいつ発売されますか。本当に彼です。うん、どういうあれだろう。そう、8月28日ですね。もう一緒だね、お披露目か。4期は悩む。確かになんか難しいね、いろんな記念日が増えていくといいね。確かにね、そうだね。こんにちは。出会えてよかった。ありがとう、こちらこそ。 X とかのアカウントはまだない。うん、そうだね、ないですね。12月10日が分かりやすい、確かにそうだね。あっという間だ。X かインスタか選ぶタイプかな。わあ、私どっちにするんだろう。悩むね悩むね、 X の方がいいのかな。でも私人とのコミュニケーションが苦手、ネット上での人とのコミュニケーションが苦手すぎて、インスタの方が文字じゃないからさ楽そうではあるけど。インスタっぽい。お、本当にどっちもで、確かに。本メンバーでオーディションから1年の基礎だった。お、オーディションからクリーミーが深さ、そう、こちらもメリットでも、そうだね、 X の方が広めやすい、確かに。そうそう、めっちゃ星だね。インスタ映えすると思います。ありがとう。 DM で画像とか送れる。おお、 DM って見られるのね。インスタ DM いっぱい来そう。あー、見られるの、どうなんだろう。基本なんか48さんって見られないイメージ。キラ姫サバちゃんにビビッと感じた自分の直感を褒めてあげたい。すごい、もうすごいね。そう、そんな前から、すごいすごい、ありがとう。インスタ、おお、DM 見るだけなら大丈夫。そうなんだ、人によるのかな。受け付けてないメンバー、ああ。設定しない、あー、チャット知らないで大変しない。そう、言えなかった、なんかどこまで言っていいのかも分かんなかったか。遅れすらしないから、あー、そうなんだね。 X のつぶやき感が好き。つぶやきって難しいよね。
私は。X でいいんじゃん。もう私チャットですらさ何を送るっけってなるから。X 難しい。ツイッターに戻したし。ツイッターって言っちゃうけどね。X 見ようとは言わないよね。ツイッター見ようって言っちゃわない。今でもまだなおツイッターの方が馴染み深いっていうか。多めの返信の深いが早くなった。じゃあそうなのか。そんなことじゃ世界の、ありがとう言い慣れない、ついって言っちゃう。すごい。あとなんだっけ、ツイートじゃなくてリポストとか、なんかすごいリツイートじゃなくてリポストとかさ、そうね、ポストリポスト。あ、フォローありがとうございます。ついでいい。すごい、ついってポストリポストなんだけど X が慣れない。あー、ツイッターについて慣れたからなかなか難しいね。そうだね。こんにちは。5期生6期生にツイッターで何ですかって言われる子、さすがにそこまで年離れてないでしょ。5期生の子がもし入ってきたとしても、私同い年1人ぐらいはいるんじゃないかなって思ってるんだけどな。そう、こんにちは。ツイッター何ですか、やばいな。え、さすがにいないでしょ。やだ、怖い怖い怖い。6期生は確かにありそう。リカさんみたいに詐欺よくぜひツイッターで。そう、ぜひ本当にあった子よ。えねえ、本校はないよ、煽られちゃう。令和生まれとか、いやまだそこまでじゃないよね。大丈夫大丈夫。あと私が平成18年だから、まあ全然平気です。ゆあちゃんも平成だし、ね、2010年か。平成何年だ、何個下だっけあの子。私の3個下、平成21年。あー、令和生まれの子が小学生。そうなんだ。ググタスって何か、なんだそれ、いろいろ分かる。平成何ですかって言われる時が来る。やだー、中1の後輩できたら怖い。中1って何歳、何年生まれ今。2011年とかか。まだ全然平気ですよ。まだ大丈夫。こんにちは。そう、まだ耐えられるね。平成生まれも、確かにね、まだ平成元年とかだったら全然。ググタス、サオちゃん知らない。え、何それは。10以降は確かにゼロなんとかじゃないもんね。こんにちは。なんで様がついてるの。え、私もわからないです。気づいた時には、入ってきた時にはもう様。こんにちは。その疑問は初めてだった。こんにちは。メガネが55分に男女読みします。フォローありがとうございます。AKB できる、ちょっと前。私 AKB と同い年な気がする。 CD デビューとか、歌唱力いたら掛け声がなんとか様だからびっくりした。あ、そういうこと。リリカ様はリリカ様だよね。ショールームで様呼びされてて本人も気に入ってるって話になって広まった。あ、そうなんだ。だそうです。ありがとう、コメント、コメントで知った。私も今知りました。サザエさんを見ればまだまだ世界。ちゃんとアニメで携帯電話が進化してかないのってさ、サザエさんだけだよね。
AKB 結成は05、うん、2005年結成、2006年 CD デビューだった気がする。そうなので CD デビューと同い年。 AKB48 のグータスのソロはいいから、いい曲だから聴いてみて。聴いてみる、ありがとう。 AKB の初、2009年、おー、めっちゃ前から。コナン携帯進化しすぎ、それはさ、初めガラケーだったのにね、今めっちゃ最新スマホ。Google プラスって何ですかって聞かれる、何 Google プラスって。あ、本人希望だった気が、あ、そうなんだ。去年の生徒さん、ゆりかさん、あ、そうなの。かわいい、こんにちは。ガラケーって知ってるの、知ってるでしょ。ガラケーは知っているよ。私が小さい時、お母さんガラケー使ってた、保育園の時。 Google プラスの歌、やばいやばいやばい、私ってもしかして全然知らない、これ今。あ、見たことある。おお、755は分かりますよ。755だって今もあるじゃん。今もあるじゃんとか言って。ググタスないよ。ググタスが終了したのはいつですかっていう検索候補がある。2019年に。そうなんだ。ね、そうそう、曲あるよって。そう、さっきおすすめしてもらった、755がまだ続いてるのがすごい。確かに755ってまだ全然ね、使う、私も見るし。たまたまだけど、ググタスのサンセンター春やんで、昨日、あ、そうなんだ、昨日来られてたんですね。時代の流れ、 SNS 変わってくからね。フォロワーさん2080人超え、え、本当にありがとうございます。2081人、ありがとう、頑張ります。2100人まであと19人とか。松井玲奈さんが歌ってた、あ、そうなんだ。ね、755見る、千田翔グス、あ、そうなの、鈴木しほりさん、あと4日あればいける、頑張ります。2100人いくまで我またやらなくちゃ。やらなくちゃだ、明日から、明日が28。綺麗になりましたね、ありがとう。そうなんだ、一番背が高かった、だるま、ありがとう。PHS は知ってる。 PHS ってなんだ、あと19人か。そうなんです、こんにちは。明日何時から配信しよう決めよう。今明日は公演があるから、当時171cm だし、一番背が高い、あ、そうなんだね。そう、ピッチ、そう、明日は公演があるので、まあでも私は出ないので。昼と夜の間かなって思ってる、それか夜終わった後、どっちがいいですか。昼、あ、嘘嘘嘘嘘嘘、夜夜夜、嘘つきました私今。
今私は嘘をつきました。なので、はいはい、なので、はい、夜です。そうね、夜がいい気がしてきた。夜だな、ちょっと待って、夜公演終わりかな。はい、明日は夜公演終わりに、夜出るの、家出ません。はいパーティー前に前座はあるの、わからないです。明日のメンバーに聞いてみてくださいどうなんだろう、私はわからない。そう、早く気づいてよかった、よかったです。明日はじゃあ9時頃、そうだねハマってる証拠かな、あ、そうじゃないとか言ってそう、次会えるのは8月4日なので、夜公演全然ある、あ、らしいです、らしいです、全然あるらしいです。明日の夜公演は長い、いやでもそうですよね、最後なんかあっという間に7月も終わりに近づいてきててって感じですね。私まだ6月明けてから1週間ぐらいの気分ガラケーの前の携帯でも電波ある方、あ、そうなの。7月の4日昼公演申し込む予定、お、待ってるね。7月秒過ぎた、わかる、ルーチェンさんの卒業公演、卒業公演ではないんじゃない、そう、なんかね、そう、卒業公演、NGT は研究生だと卒業公演がないから、そう、久しぶりの換気休憩、確かに、うんうん、そう、ラスト公演、8月も速攻で終わりそう、わかる、絶対あっという間なんだろうな。8月イベントありすぎて怒涛だったね、ドレスはね、うん、そうだね、そうそう、なんかなんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろうね、そう、48によっていろいろ違うけど、 NGT はそうそう、研究生だとないのでなんかって言われるよね。そう、来週早くもティフと長岡花火ねえ、ティフあっという間に来ちゃったね。そう、あ、55分だ日向祭りが始まる、始まる、ではでは、夜公演申し込みます、お、待ってます、ありがとうございました、長時間配信来てくれてね、卒業公演あったらね、いいんだけどね。昨日サマステ当落出た、ああ、そうなんだ、では読みます。13位ミッキー時計さん、ありがとうございます。12位旅猫さん、ありがとうございます。11位まさふみさん、ありがとうございます。10位かずやさん、ありがとうございます。9位大勝さん、ありがとうございます。8位あんざさん、ありがとうございます。7位ひさきさん、ありがとうございます。6位ちーぼー、ありがとうございます。5位メープルなおくんさん、ありがとうございます。4位ゆーたぱぱ007さん、ありがとうございます。3位みーさん、ありがとうございます。2位大関さん、ありがとうございます。そして1位ポメラニアンさん、ありがとうございます。ありがとうございました、配信夕方から長時間ありがとう。明日は夜やります、なのでまた、また明日、ありがとうございました、バイバイ。今日 BGM でした、お、ありがとう、寂しい、寂しい、結構やった、結構やったよ、リボックルから流れが良かったありがとうね、ではまたね、バイバイ、ありがとうございました。